ハンス・ GF グロス1908年の M.I. ハンス・ゲオルク・フリードリ・ヒグロスはドイツの軍人で気球、飛行船の製作者である。1900年代の初めにドイツで最初の軍用の反公式飛行船を開発した。1886年、技術士官から航空部門に転属したことから航空との関わりを持つことになった。ドイツ航空振興協会に参加し、 後に名誉会員となった。1890年代には、リヒャルト・アスマンによって始められた、気象研究のための気球のパイロットを務め、28回の気球飛行を行った。ガス気球、フンボルト号を製作し、フンボルト号は1893年4月26日に、電気放電によって爆発するまでに、6回の飛行を行った。次に、 ジョン・ワイズによって発明された廃棄弁を備えたフェニックス号を製作し、フェニックス号は1894年12月4日、9155メートルの気球の高度記録を樹立した。1904年までにドイツ人としては最多の175回の気球飛行を行った。1895年頃にダーフィット・シュバルツの公式飛行船の開発を支援した。 1906年にプロシア王立飛行船第2旅団の司令官となった。ニコラウス・バゼナッハと共にドイツ最初の軍用のキールを持つ反公式飛行船の実験機の開発を始めた。この構造はグロス・バゼナッハ式と呼ばれるようになり実験機は1907年5月7日に初飛行した。実用機として MI が1907年5月7日に初飛行し、 1908年6月30日に初飛行した M6 まで製作された。MI は1907年9月11日から12日にかけて13時間を超える飛行を行い 300km の距離記録を樹立した。1918年に少々で退役した。ありがとうございます。